じゃこんにちは。さあ、ゆだかさん、はい、現役ドラフトでやっぱり、うん、あの紙面を賑わせたのが楽天のオコエルイ選手が巨人に、まあ、巨人だからなそれはやっぱ注目の的になるよね。なりますね。あ、巨人取った、オコエ選手をっていう。オコエはさ、はい、思い出があってさ、はい、オコエがドラフト1位の時、一軍のキャンプだったんだよね、はい、行って、うん、インタビューしてるんだよ。え、ゆだかさん、うん、うさ頑張りますってね、純粋だったけど、はい、どうなるかなっていうのを楽しみだったんだけども、はい、まあ、なかなかなチャンスももらえず、うん、まあ、自分が悪いんだろうけども、うん、パッとした成績は残してないよな。そうですね、うん、どうしてもこう近年だと違うことで、あの紙面が言い合ってしまったりっていう、まあ、そうだね、うん、だったんですけど、ね、でね、それは良かったなっていうことがあるんだよ、はい、俺デーブとバッティングコーチね、うん、巨人のチーフ打撃コーチ、はい、かぶってると思ったのよ、楽天時代。はい、かぶってないらしいな。そうなんです。デーブさんが実は YouTube を更新した際にオコエ選手を加入を歓迎したと。その時に、うん、実は僕は一緒にやっていないんですがと。そうそうそう、そうなんですよ。だから俺はそこは良かったなと思って。それはそれ逆言えば、はい、デーブって教えるのうまいしさ、はい、やっぱオコエみたいなタイプって気になってしょうがないと思うのよ、はい、でデーブもやんちゃだったし、うん、学生の頃とかさ、入ってきた時ドラフト1位 で、はい、でプレッシャーも感じて、でオコエもドラフト1位でやんちゃで、はい、おそらくデーブは気持ちを分かると思ってたわけ、かぶってると思ってたから。いや、それで、まあ、バッティングも多分手をつけてた。でも手をつけてても、あ、これだけの成績だなんだと思って、はい、デーブの言うこと聞かなかったのかなとか、うん、いろいろ考えてたんだけど、うん、被ってないっていうのが新鮮でいいよな。あ、それはプラスなんだね。あ、俺はプラスだと思う。 あ、これは良かったと思って。へえ。お声のその気持ちとか、はい、デーブはものすごい理解すると思うよ。うん、似てる境遇ってことですか。そうそう、まあ、似てる境遇、まあ、やんちゃでね、はい、もうこう暴れん坊みたいな、うん、そんな感じの気持ちが前に出るタイプっていうのはデーブも大好きだと思う。あ、そうなんですね。うん、その代わりあのやっちゃいけないけど、はい、もうこのぐらいの勢いで接していくと思うよ、うん、あの、まあ、叱るところは叱るし、褒めるところは褒める。そう、そしたらお声は心開くと思う、はい。そういうタイプ。いや、タイプだと思うよ。だから俺の気持ちなんか誰もわからないってお声を思ってるかわかんないけど、はい、一番の理解者が多分バッティングコーチになると思う。ああ、いやでもそうなんですよ。まあ、そのデーブをあのコーチは情報によると身体能力ポテンシャルが高い、うん、でホームランが打てる、足が速いというのが我々のメリットですよね、うん、と、うん、ただやっぱ守備でいうと肩が強いかというとそんなにも強くない。ショートスローがちょっと苦手で、これが我々の情報ということで、うん、性格面もプラスに捉えていて、うん、俺的にはこういう選手って面白いなっていうふうに思う。いや、絶対デーブと合うって合うって言ったらおかしいけど、はい、こう転がすことはうまいと思うよ、デーブは。ああ、奥場さん、あ、もう気持ちが分かってるだけに、はい、これデーブに預けたら大丈夫。これオコエ選手どうですか。すごいこう自分の中でのキャリアハイっていうものを巨人で築いていけそうですか。これ、いや、これはもう競争に勝つしかないな、まずはな、うん、競争は激しいから巨人は ね。それとやっぱバッティングの一つの、はい、形で右肩が出ちゃうんだよね。回転で打とうとするあまりに、はい、右肩がこうかぶっちゃうんだよ。本当はこうやって残ってなきゃいけないのに、かぶってくるからドアスイングになって全部詰まるという傾向にあるんだよ。その代わりポイントで当たった時にはそういうバッティング、そういうバッターってとてつもなく飛んでいく時はあるんだけど、はい、だからそこをまずデーブは直すと思う、うん、デーブコーチ、大久保コーチはそのオコエ選手どんな選手に育てていきたいなというのを思うと予想しますか。やっぱ三拍子だよな、うん、まあ、ホームランもたまに打ちみたいな、はい、馬力的にはホームラン20本、うん、2割8分、まあ、40盗塁、このぐらいの、まあ、数字っていうのはできないことはない、はい、ただそこには性格がいる、うん、でもその性格を引き出してくれるのはデーブ大久保っていうバッティングコーチがいる、うん、これはね、大久保もいいところに俺は入ったと思う。よかったですね、うん、デーブのバッティングを素直に受けたら打てるようになると思う。これ早いですか、その習得して。いや、その能力がどのぐらいこう吸収力があるかね、はい、吸収力があるっていうのは素直な人は吸収力があるから、うん、お声の今までのこう見てると素直さはないよね、うん、
うん、だからまずはデーブが心を開かせるようなことをしないと、デーブに対して素直になっていかないと開花しないと思うよ、うん、あとおっしゃってるのが、練習とゲームを見ているとものすごくいい子だなと思う、うんうん、明るくて声も出す、まあ、でも見方によって見るとムラがあるということも聞いているんですが、ですが、うんうん、僕だってムラがある、まあ、ちょっと自己主張が強いという情報の方が先走って、まあ、チームに浸透してしまったんだろうなと話しているけれども、うん、やっぱフラットな目線で見ていくっていうことも話してるとデーブも気使ってるよねいろいろ、いやだけど俺はデーブとオコエは合うと思う、あいいコンビという、まあ、コンビじゃ変ですけど、でもパーンと外れた時にはもう見向きもしなくなると思うけど、まあ、ゼロか100ではないですけど、なんかそういう、いやでもオコエが野球選手として体制したいと思うんであれば、食らいついてでもついていった方がいいよ、うん、そしたら絶対開花する、そのぐらいの素質があるから。オコエ選手はいいタイミングで巨人に来たって、これも運だな、やっぱドラフト1位が持つ運かもわからない、うん、だからデーブもそうだもん、巨人に行って開花したから、あのまま西武行ったら、はい、デーブ大久保なんていう名前もつかないし、はい、ただのデブで終わったかもいや本当に本当に、で長嶋さんとの知り合いで、はい、デーブって言ったのがきっかけでデーブ大久保になったんだから、あれ巨人来てからだったんですか。そうよ、だからドラフト1位の持ってる運なんだ、やっぱデーブもお互いそうなんですね、うん、巨人に行かなかったら楽天の監督まで行かないって、絶対西武でくすぶってたって、はい、だからお声もそうだよ、うん、ドラフト1位で楽天に拾われて、はい、でもやっぱ巨人来て、はい、デーブという人間に会って、うん、でそこで開花する、うん、あなんか降りてきたな、なんかそんな感じが、なんかそんな感じがするんだよ、なんか時代を、ま、なんかこうね飛び越えて今ここで2人が出会うっていう感じですよね、うん、だからデーブも今やんちゃだったから、うん、お声もやんちゃだよ、はい、でやんちゃやりながらでもいいから、いいかここは一線越えんなよみたいな、うん、他はやんちゃやってもいいから、ただ練習の時は怖いみたいな、はい、もうそういうタイプだからさ、うん、デーブも、うん、おそらくお声がね成長してバーン打ったら多分デーブは泣いてると思う、うん、そうかもしれないですね、うん、そのぐらい熱い男だからねデーブはね、うん、こう入っていくと楽しみだね、この指導はね、そうですね、まあ、ただ巨人というライバルが本当に多い、まあ多いけど、はい、でもお声が本当に仕上がったらレギュラーになると思うよ、これいやもう足はめちゃくちゃ速いから、何番何番でもいいよ、もうそんなのもう最初出ることだよお前、まあ、まだそんなよく書くなもうなんか活躍してる、いやでもね本当に1番でも打てるし、はい、だからホームランがポンポン出だすんだったら3番でもいいしね、うん、だから、まあ、そのぐらいの能力はあるって、はい、でも楽天はその能力を開花させることはできなかったわけでしょ、はい、だから出したわけだから、うん、チャンスだよこれ、そうですね、巨人で本当に自分の第二の人生花開かせるっていう、うん、絶対デーブが仕上げるから、はい、お、じゃあ信じてそこは、もういや面白いコンビになると思うよ、そうですね、うん、でコンビって言われるようになったら、うん、お声もこうなんていうのかな、まあ、兄貴じゃないな、親父だな、やっぱもうな、年的にはね、はい、親父みたいな、理解者を得たぜみたいな、うん、そんな感じのノリになってくると思うよ、うん、でも他が口出す、他のコーチが、はい、ここはもうそんなことはダメだぞって言ったら、うん、何よこれっていうような感じの子だから、あいやもうデーブに任せて全部もうお声はデーブだ、これもうセットだからなるほど、お声に言うんだったらデーブに言った方がいい、あもうそこはそうです、ね、いやそれ黙っててくれみたいな、でデーブがちゃんと言うから、うんうんうん、だからデーブとセットセットセットニコイチですね、もうニコイチで仕上げたら1個になるから、そうですね、だから大丈夫、デーブに任しとけも、分かりました、ちょっとじゃあ楽しみ、そのぐらいデーブも能力あるし、はい、心開けよ、お声ね、そうですね、はい、頑張ってほしいです、あと規律面では巨人というちょっと緩くはないチームになりますけれども、いいよそのぐらいの規律があった方がいいよ、あんなむさ苦しいひげ生やしてさひげ剃った途端に可愛くなっちゃってるの、それじゃあ良かった、良かったよ、可愛がってもらえっつうの、そうです ね、先輩たちにもそうですし、そう、うん、あれひげ剃ってなんか顔がまん丸になっちゃってさ可愛いじゃんして可愛くなって、そう、まあでもねちょっとじゃあデーブ大久保コーチとの、はい、そのニコイチのねどうなるのか、これも楽しみだから、はい、楽しみにしたいですね、はい。